池田正豊明治31年7月18日は、徳島藩の潮木画廊。父は、加老池家、第九代池田明君、子に池田長隆。陽名は、正の城、広野新。通称は唐。号は、静心斎。天保十三年家督を相続し、藩主置き方となる。十二代藩主、八塚成将より変見を賜って正豊と名乗る。 続く、蔡広氏、持ち焼きの二代の藩主に仕え、混乱する反論を勤能に統一する。天保十四年新藩主、八塚仁志広氏博の家督相続御霊言城の際に、江戸城に登城して、蔡広氏の実刑でもある将軍、徳川家義に拝越する。文久二年秩居中の調達官条約、島里江門よりの設営書を取り継いで、翌年、国産庁役に復帰させた。 慶応三年に隠居。明治二年史図心祭とゴース。明治十年、西南戦争の際に、八須賀義吉と共に、総兵を千五百人組織したことで政府から称された。明治三十一年没、享年七十七。第八代藩主周鎮の男啓孫吉野川に、木材を流す利点を藩に剣技したことで、残訴されていた。八須家、皇族一門。 ありがとうございます。